皆さんこんにちは。今日は2021年の1月の21日でございます、木曜日でございます。今日もね、シリーズ特急何号、今日は何両編成をスタートさせていただきたいと思います。いきなりなんですけれども、今日は9号のね、画像というか動画になりました。今日はちょっと時間がね、いつもとは違って変則になりましてね、ちょっとね、全然撮りに行くことができなくて、この時間にしかちょっと来れなかったと思うんですからね、なんとか1号についてね、2両編成だと思うんですけど、ちょっとね、撮ってないですっていうところですね。で、まあ、なんやかんやありまして、ここの9号からね、スタートでございます。まあ、何号のね、特集をしているのに1台からスタートっていうのもね、まあどうかなとは思うんですけど、まあ今までもね、あの日田5号からスタートっていうのがありましたので、まあ別に走るかなっていうところで、まあ同じ時期ね、あの今80号を使っておりますけど、まあまあそのままということで、はい、日田9号なんですけれどもね、日田要するに高山側の先頭車両になる号は、ワイドビュー車両でございますね。で、岐阜までの先頭車両については、貫通型というような形でございます。はい、このね、日田ね、9号については増結されてますかね、5両編成でございますね。はい、グリーン車付きの、ね、5両編成でございます。だ、基本編成の4両、ね、プラス1両ね、増結されてるというような形でございますね。これが高山側の先頭車両になる方ですね。はい、その続きはこの日田11号ということでね、何機か全然出てきませんけれども、まあまあね、あのこの後で言いますということですね。はい、85の11、これが1号車についております。で、84の202です、204、こんな感じでね、7両編成の一応番号を拾ってあります。今回ね、日田11号はね、増結されておりません。ここからが富山編成になりますね。1101がついておりますね。この、300番台とキロ85円ワンセットとなっているような感じですね。ユニットを組んでいるのかなというところでございます。これが前方ですね。はい、7両編成でございます。はい、続いてね、快速見栄をね、ちょっと撮っておきました。またまた発車するときだったね、発車の、ね、シーンだけですね、ちょっとね、撮っておきました。日田11号の、ね、横を通っていきました。その次にちょっとね、南紀4号が入ってきましたよ。南紀4号でございますね。4号は4両編成でございます。そしてこのまま、5号に、なっていきますというところですね。まあ、こちらについては昨日3号なんでね、車番は確か押さえてあったはずなんですけれどもね、またね、同じものが、接続、されておりますね。はい、1号車からでございます。はい、1110とね、こういったものも車番でなりますね。はい、キハ84、中間車両の1番のね、車体ナンバーがついております。はい、ここでちょうどね、回っておりますね。先ほどの金華通路とありましたが、新宮金華通路普通というね、ことでしたので、それではないものですからね。はい、ちゃんと金華通路っていう形になりました。はい、これが金華通路側の先頭車両でございます。はい、まあここから何機5号ということでね、4号から5号には変わりますというような形で、捉えていただければいいのかなっていうところでございます。はい、指定席は2号車から4号車ですということですね。今4路編成なんでね、その通りでございますね。はい、それでね、日田が、出発しますと、何機が、ね、出発するということでね、本日の動画はこれで終了となっております。まあ、ちょっとね、ほぼ日田が、ね、メインのね、なんちゅうか動画になってしまったものですからね、まあ何機号の方がちょっと少なかったかなということではありますけれども、まあ、たまにはこういったこともありますね。まあ、人生長いですからね、まあ、そういったこともたまにあるとは思います。さあ、そんなことで本日の動画はこれで終了でございます。皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また明日もね、撮ってまいりたいと思いますのでね、ご視聴ください。それと今日のね、3号がね、当然確認できなかったもんですが、4両っていうのは確認しているんですけども、金華面側の先頭車が分かりませんので、また明日もこの4号5号を撮って確認したいと思います。それではね、またね、明日お会いしましょう。それでは、さようなら。